はい、今回は何をやっていくかというとですね、邸宅があると思います。はい、ここにね、なんかいっぱいいるんですけど、人が。はい、ちょっとこいつらどかしてもらって、で、この邸宅のまあことをね、説明していこうかなというふうに思います。まあ皆さんね、多分知ってると思うんですけど、城の設計を開くってボタンを押すと、まあこういうふうに監視塔やらなんかいろいろと設計することができます。で、これを使ってですね、普段だったらここを囲うことは多分できると思うんですけど、この街全体を囲うことも可能というふうなね、ことをね、皆さんにご紹介できればなというふうに思います。それではね、やってみましょう。ただ今、見たら、あ、足りてるわ。ちょっと待ってな、ただ今1個足りてんだけど10個なので、バッサリいってもらいましょうか。まあとりあえず1個1個建てられるようになったらやっていこうか。まず監視塔ですよ。あ、監視塔じゃないわ。こっちですよね。このちっこいやつを立てていきましょうか。はい、今ね、3つ作れたっぽいのでね、やっていこうかなというところです。はい、これが今3つですね。で、どういう風にね、砦っていうかこの街を囲んでいくかというとですね、まあ、こいつ動かすことができるんですよ。こういう風に、よち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 みたいな感じでね。はい。で、このことを使用して、街全体を囲っていこうよという風な感じですね。うん、で、ただ気をつけてほしいのは、今見てもらう通り、結構ね、木材使うんですよ。移動、ちょっと移動するだけで、20使ったりとか、アホみたいな量使うので、まあ、そこら辺はね、気をつけてください。だから何も、物資がないときは、やらないことをお勧めしますね。で、バグみたいな感じで今みたいに、ね、なってしまうってところもあるので、まあそこを気をつけてもらえればなというところですね。で、今回は今ちょっとね、右の方から移動してる、しようと思ったので、まず、ここに壁作っちゃおうかなと思います。まあこうしてしまって、あとは、こうでいいかな。そうすると10ですよね。はい。まあこういう風に、グワーンって囲う感じですね。で、まずは、壁と門を設置します。はい。これで建設と。さあ。まあ、あとは待つだけですね。で、今。はい。今ですね、やっと建てられました。まあ、このようにして、いくというところですね。ちょっと今、木が邪魔なんで、木をね、やってもらってるんですけど、エリア指定でね、ちょっともう一回やりましょうか。見晴らしを良くしていこうかなと思います。うん。で、こんな感じでね、バン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 作っていこうかなーというふうに思います。もう一個かな。でね、絶対ね、作ったやつを触らない方がいいですね。これ作った後のやつを触ってしまうと、戻すのが大変になってしまうんですよ。なので、できるだけね、触らないように、してもらえればなというふうに思います。めちゃめちゃシビアなんだよね、これ。さあ、これ2個作って、あとはよちよちしていきましょう。で、どこだ？道路。なんかね、道路、ここら辺に作ったんだよな。そうだね。ここら辺に作ったから。道路の方まで、これを。あ、ちょっと邪魔だな、こいつら。ちょっと移動してもらって。あれ？待って。なんか、バグった。まずい。バグったときは、しっかり戻してね。で、こうしないと、あれだから。こいつら邪魔してたんだよ、今。で、どこだっけ？道が。ここだね。なので、ここにこれを置いて、で、あとは、こうしてこうかな。はい。しっかりと道も挟んで、行くこともできてるので、うん。これでいいと思います。で、あとは、門と壁を作っちゃいましょう。さあ、お金も足りてそうなのでね。資材か。資材も足りてそうなので、よろしと。はい。これで、一回作ってもらいましょう。まあ、これだけでもね、板79個使ったりとか、めちゃくちゃ大変なのでね。本当に資材がないときは、大変ですよね。さあ、だんだんと、掃除をしてくれてはいますが、ここら辺も綺麗にやってもらいましょう。
さあ、邸宅ですね。今、ここのエリアができました。ちょっと見えづらいんですけどね。作ってくれることができました。で、木もね、綺麗になってはいます。はい。ちょっと待ってな。一回、ここら辺を切ってほしいですね。見栄えがよくしていただきたいなというところあるので。で、もう一回、作っていきましょう。さあ。さあ、まあ、同じように、これを、よち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 させていきましょう。次は、ここまでよちよちしていきたいですね。はい。まあ、ベイビーステップっていう漫画面白かったですよね。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、テニスの漫画でね。はい。A ちゃんだっけ？オール5でね、頭が良くてね。はい。なっちゃんだっけな。なっちゃんのことが好きでね。まあそういう風なテニス漫画がありましたけど、急にね、あれなんかね、終わっちゃったよな。当時自分テニス部だったんですけどね、高校の頃。ちょっと驚いたなーっていうところがありました。はい。おもろかったのになーって。あれかな、あの人漫画描いてないよね、確かね。結構な関数出てたような気がするんだよな。単行本で買ってたから。これさ、どうなんだろう。道引いちゃったらあれかな、ガウってなっちゃうかな。だったらあれだな、ガウってなってほしくないから、こうしよっか。ちょ、なぜこうしたかっつうとね、まあ、あの、かっこ痛かったからっていうところなので。はい。で、こっちにありますね。ちょうど囲えてるかな、囲えてそうっすね。ここもなんか切りたいね。さあ、で、あとは、壁と、門門を作りましょう。あー、見づらい。ここか。見づらいな。ここをグイーンって伸ばしてって。あー、ダメだ、これ。しくったな。ここ入らないですね。ちょっと、膨らみ持たすか、じゃあ。待ってね。なら、もう一個作っちゃえばいいからね。もったいないけどなー、正直。まあ、作るしかないからね。ここを入れるなら。まあ、物資は今いっぱいあるからね。特に問題はないので、いいんですけど。はい。こうしましょう。あ、間違えた。一歩一歩ね、ベイビーステップしていきましょう。さあ。まあ、物資もたまる。え、なんでここは、は？おい、これなんか動いちゃってんじゃーん。まーためんどくさいことになった。これなるから気をつけてくださいね。はい、やっとね、作ることが可能になりましたね。で、またこいつずれてんだよな。なんなんだろう、これ。これに板めちゃくちゃ使うからな。ほんまもったいないよな。で、ここも作ってくれたっぽいですね。あとは、木も伐採してくれて、綺麗になったかなと。ちょっとね、こっちからやろうかな。左は、まだ見づらいので、さあ、じゃあ、同じように。ここ立てて、こうですね。で、あとはよちよちと。はい。本当は手前でやりたいなってところあるんですけど、まあ、ここにしましょう。さあ、これでいいかな。で、あとは壁と門門を、これでいいか。で、あとはコミット。結果に。さあ、建設してくれてますね。順調ですね。まあ、この間にね、なんか敵と襲われたんですけどね。はい。まあ、瞬殺したりきましたよ。うん。で、板がだんだんなくなってきましたね。まあ、輸入はしてるんですけど。あ、でね、これ、そう、今、ちょっと、見てもらいたいことがあるんですけど、これ、こういう風に囲まれてしまうんですよ。こういうね、囲ってるんですよ。そうすると、近場のユニットっていうか、この、働き場所？伐採場とかがね、選べなくなっちゃうんですよね。これなんでなんですかね？吸収されてしまうんですよね。このバグを直してほしいなーっていうところはありますね、正直。まあ、これ立てたら終わるのかもしれないんですけど、あ、いや、どうだったかな。立ててもな、このまんまだったような気がしたんですけど。さあ、今ね、建て終わったんですけど、さっきのバグみたいなところですよね。やっぱり、邸宅になっちゃってますね。吸収されちゃってます。まあ、そんなことを言っとりながら、ちょっとね、ここ、家が、
まあ、ここの家はもう仕方ないか。ちょっとここで囲いましょう。うん。申し訳ない。ここの住人。真面目に。で、どうしようかな。どう囲うかな。ちょっとここをもしかすると、吸収されてしまうという恐れがあるので、まずこっちから作るか。一応ね、怖いから。ここまで来てまた最初からですってなったら笑えないからな。で、やはりね、板と門を作ったとしてもやっぱここ人は必要になってくるっぽいので、建てましょう。ちょっともったいないですけどね。まあ、これでいいんじゃないかな。で、ここ直帰いけるよね。はい。ほんで、56個作ってもらって、うわ、めちゃくちゃ板なくなってんな。まあ、仕方ないけどな。これ全部作れるかな？ああ、ここも吸収されちゃってますね。おお、ここも吸収されてる。ここら辺なんか、どういう制限になってんすかね。さあ、ですね、今、建てられることができました。で、ここまでね、囲うことはできたんですけど、ちょっとね、大変なことがなってて、木材がね、マジでなくなっちゃってます。で、木材を取ってほしいんですけど、板をね、今作ってもらってんすよ。これが悪いことしてて、その、この牛がね、働いて、取っていくんですよね。ちょっとね、これまずいんすよね。だ、増えては減って、増えては減ってみたいになっちゃってる状態なので、これをちょっと打開しないといけないことになってます。さあ、今ね、20個溜まったので、じゃあ、やってもらいましょうか。さっきなんかここら辺じゃないとできないみたいに出てたよね。で、同じようにやってって。で、あとは移動と。はい、よちよちと。これでいいでしょう。さあ。で、あとは壁を作ってしまって。で、多分ね、これ足りないよね、今ね。ちょっとやめましょう。はい。これで結果にコミット。さあ、びゃっこり作ってもらいましょう。ああ、でも大丈夫だ、ここ。範囲が取れてる。何なんですかね。ちょっとよくわかんないですね。こんだけ話せば大丈夫なのかな。でもこっちはやっぱ邸宅になっちゃってますね。まあただ、やっぱ中身作ることができないってところあるので、あまりやっぱおすすめはしないかな。まあこういうこともできますよってことだけはね、覚えていただければなっていうところあるんですけど、家は建てられることできるのかな？なんか家もできなさそうですね。うん。基準点を設けられることができなくなっちゃってもね。なるほどね。まあ、邸宅のちっちゃい輪っかの中だと何もできなくなってしまうっていうところはあると思うんですけど、それが全体に反映されてしまうっていうところだね。なるほど。さあ、やっと最終段階らへんまで来てくれましたね。いいっすね。こういう風な、ポン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 みたいな感じでできてますね。で、あとは、ここを、囲っちゃえばいいだけなので、この家をね。まあ、ちょっとね、移動するのはもったいないっちゃもったいないんですけど、ただこうして、邸宅を囲うようにしないとね、結局は。ただちょっと待てよ。一回、こことここ作ってもろて、はい。で、まだ残ってますね。で、場所的にここと、ここかな？できればいいかな。はい。で、あとは、見えねえな。ちょ、見えないからあれだな。一回仕事を切ってもらってからにしようか。これはね、適当にはできないですね。はい。
まあ、とりあえず、この段階まで行きましょう。はい。まあ、ここまで、作ることができました。あとは綺麗にね、したというところはあるんですけど、ちょっと待ってな。じゃあもうここ、こいつらはもうここら辺、やってもらおうか。遠くやってもらって、綺麗にしていきましょう。はい。邸宅を囲ってしまって、あとは壁を作って、これができれば、終わりっすね。さあ、コミットしてもらいましょうか。なんか嫌な予感する。これまた動いてんべ。また、もう、ほんとに嫌、これ。さあ、これね、なんかわかんない。フリーズしちゃうんですよね。あ、いや。ああ、めんどくさい、これ。なっちゃった。ただ、いい感じで囲えましたね。うん。まあ今は木とかがね、木で囲うとかにはなってるんですけど、もしかすると今後のアップデートとかでね、これが、なんだろう、レンガとかになるんですかね。そこら辺はちょっと楽しみな要素だなというふうには思いますけど。はい、やっとね、全部囲うことができました。まあこんな感じになりましたと。ね。まあちょっと全体像は汚いですけど。で雨も降ってるしね、ちょっと天候も悪いんですけど、まあこんな感じで、綺麗に囲うことができました。ただ一個気をつけてほしいのはですね、何ですか、ここの中で邸宅で囲ってしまうともう建設がすることができないってところがあるので、まあやらない方がいいかなというふうに思います。うん、まあ今みたいにね、私みたいにネタ動画として撮ってるのはいいと思うんですけど、まあ皆さんガチでやってると思うので、まあ邸宅のこの壁は広げず、こじんまりとしてやった方がいいのかなというふうに思います。はい。まあ今回の動画もね、面白いなと思った方がいれば高評価、チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。